あう,もうです、えー、今回はですね、あのー、まあ、こうやってね、顔を出して喋るようになって、こう自分の意見とかね、こうレビューとか発信していくようになって、そんな間もないくせに、あのもう早速なんか敵を作るじゃないけど、なんか誰かの反感を買ってしまいそうだな、みたいなことをね、なんか喋ろうと思っちゃったんですけど、まあちょっとね、こう、いろんな人から話聞いて、いろんな意見があって、まあ自分の中でもちょっと思って、 でまあ、ちょっと一回考えたら、こう一回もうなんか整理してバーンって出さないとなんかね自分の中でちょっと収まりがつかないというかね、まあ、そういう感じがあるので、ちょっと聞いてもらえたらなと思います。まあ、なんか全然意見を、あのー、もうお前それは違うよ、あなた間違ってる、あなたの言ってることわかんないよみたいなことがあれば、もう全然それは言ってもコメントに書いていただいて、えー、構わないですし、まあ、まあそう僕もあそうなんですね、くらいの感じで聞くようにはするので。 まあなんか僕もね、あんま決めてかかるのは好きじゃないんで、まあただ僕はこう思うよみたいなのをね、なんかもし共感してくれる人がいたら、まあそれはそれでラッキーだし、まあなんか、あ、そういうふうに言ってもらえるとなんか助かるみたいな人がもしいたら、まあそれはもう最高だなと思ってて、まあそんくらいのノリで聞いてもらえればなと思います。え、まあ今回言いたいのはですね、あの、なんだろう。よくね、初心者のうちに〇〇するとこう悪い癖がつくよみたいな。 悪い癖がつくみたいな言い方するじゃないですか。うん、悪い癖。いや、悪い癖って何なんっていうのが、まあ、僕の今日の、まあ、議題というか思ってることで、あ,あの、なんだろうな。なんか、いいとか悪いでくくっていいのかみたいな、そもそも、この、なんだろう、極端な話、こう、世界一自由な、まあ、世界一自由であるはずの、 音楽表現っていうね芸術の表現っていうものに対していいとか悪いっていう考え自体が、まあ、どうなんっていうねであの、まあ、クラシックとかならまあ分かるそれはもうそのその通りにするのが伝統なんだからっつうのは分かるただそういう歴史もなくてまあこういろんなものを取り込んで多様化してきたこう現代のこうポップスとかロックとかにおいて いいとか悪いでくくってしまえることってまあほぼないんじゃないかなとそんな中でまあなんかよくこう初心者のうちにこう安いギターを買うとね安いギターやベースを買うとね変な癖がつくよとかねえまあ初心者のうちねこう変なスティックとか変なペダルを買うと変な癖がつくよ悪い癖がつくよみたいなねうんねえよと思っちゃうんですけどどうすかね 実際どういうことなんて僕はちょっと思って、その変な癖って、悪い癖って。あの、なんだろう。いいとか悪いとかじゃなくて、それってその人の個性なんじゃないのっていうのが答えなんですよ、僕の中の。ま、つまり、こう、どんなに、こう、一見、あの、効率が悪いよね、みたいな。一見非効率的だよね、っていうふうに言われる双方とかね、双方とか。 叩き方とかっていうのでも、それっていうのは突き詰めればその人の唯一無二の個性になるし、唯一無二の武器になるんじゃないの？っていうのが僕はすごい。いろんな人を見てて感じててで。まあ僕和太鼓をやってるんですよ。もう小学校1年生くらいからやってても。まあまあもうずいぶん長くやってるんですけど。で、まあそんな中でこうやってく中でね。こうプロの人とね。ご一緒にやることとかもあってでプロの？人って とかでさえなんていうのかな？別に効率とかじゃないんですよね。演奏の仕方がうん。あの何、ー、か分かります。こう、あんま和太鼓に慣れ、親しんでない人の,いのはイメージつきづらいかもしれないんですけど、まあ、結構ね。なんだろう？5と10みたいな。<laughs> 5と10みたいなタイプが結構いるんですよ。和太鼓って。まあ、結構男の人はねこう。go のものが多いですね。こうやって。 うーんみたいなこう力でこういくぞーみたいな筋肉で叩いたらぞみたいなね人も結構ななんかなんとなくイメージつくじゃないですかでもあの僕もそうなんですけどね僕もこんな,なんかウ,ニウ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 ニじゃないですけどこうグニャ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 って感じで結構銃のものなんですよ僕柔らかく打つ方がまあどっちかというと得意ででプロの人を見てると別に何だろうそこはなんか5のものでこう5うーんって。 打っててもめちゃめちゃかっこいいし、それはそれで。で、逆にこう銃のものでこう柔らかく柔らかくスパ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 ンって打ってても、それはそれでやっぱめちゃめちゃかっこいいんですよ。ここにいいとか悪いとかってなくて、なんか悪、やっぱそこで思うのは、表現っていうのは効率じゃねえと。効率の良し悪しで音楽表現をやってないってことなんですよね。別に効率が悪いかろうがんだろうが、こう思いっきり筋肉でもうわーっつって、 なんか魂を込めて打ち込んでるみたいな風に表現ができてればそれはもう人を感動させられるんでそれはもう正解なんですよそういう意味では効率のいい打ち方をしたから人を感動させられるとかそういうことはなくてでその人の体質にあると思うんですよそのやっぱ筋肉がちょっと硬いというかねこう結構ガチガチめなんでそれを活かしてめちゃめちゃうわっつって 筋肉っぽく打ち込むっていう表現をする人もいれば、まあ、僕はどっちかといえばもうこう手首が筋肉が柔らかめなんでこ,うこの体の柔らかさを使って打つみたいな、まあ、もちろん,なんか多分効率だけで言ったらその10ね5と10で言うと10の方が効率はいいんだけど、うん、でもそれはなんかどっちのがいいとかって話にもなんないんですよねでこれを、あのー 現代音楽に当てはめてみてもやっぱそうじゃないかなと思ってて、まあ、例えばドラムですよねドラムだって、まあ、僕のね好きなドラマーの人で、えー、オーガスト・バーンズレットってバンドのマットな・なマット・なんとかさんっていうドラマーの人がいてでめちゃめちゃムキムキなんですよ、ね、まあ、メタルなんでねオーガスト・バーンズレットってであのー、あんまねこうこう 肩甲骨とか肩とか肘とかのこうしなやかさはあんま使って打たないんですよこ。結構こういう感じなんです。この肩からこっち側だけの筋肉とこう手首と指を使ってあの打つっていうこう,こういうこういうタイプのドラマーででただその人めちゃめちゃ粒揃ってるしめちゃめちゃ綺麗なんですよね。で打ち込むスタイルというかこう見ててもかっこいいしでもこれって そのいわゆる一般的なこうドラムの叩き方というかドラムのレッスンとか行ったりしてドラムの YouTube のねこうドラムレッスン動画とか見たりして彼みたいな叩き方をいいとは言ってないというか彼みたいになれないと思うんですよでも彼はもう世界の中でもトッププロだし誰もが認めるもう超凄ご腕ドラマなわけですよね で、あと、ザ・ハイブスっていうバンドの人がいて、そのドラマーの人がも、ザ・ハイブスってガレージロック系、ガレージパンク系のバンドなんで、結構ね、ドラムもシンプルというか、ずっとズッタン、ズッズッタン、ズッタン、ズッツッタンって感じなんですけど、すげー硬いんですよ、叩き方が。 下手やんってねこう見る人が見たらそう思うと思うんだけどただ曲を聴けば分かるんですけどめちゃめちゃハマってるんですそれがもうあのドラムじゃないとこの曲のこの泥臭さというかガレージ感全然出ないなと思ってこれがちょっとあの ちょっと、こじゃれたドラムじゃない。<laughs> こじゃれたって <laughs>。あの、ちょっと、なんか、慣れたドラムの人がね、こう、ツンツ t パンツンツ s t ンパンツ p, ants, ance, p, ants, ance, p, ants, ance, p って打ってもね、絶対ハマんないと思うんですよ。まあ、あのバンドは、まあ、彼があの、ズッツパッツッツッツパツ,ズズパツみたいな、こう、めちゃめちゃ硬いというか、非効率的なドラムなんだけど、でも曲にめちゃめちゃハマってる。そのバンドにめちゃめちゃハマってるドラムを叩いてるから、ザ・ハイブスってめちゃめちゃかっこいいんですよ。とかね、全然、あの、 非効率的な叩き方とか演奏を押し方をしててもかっこいい人っていくらでもいてであとベースとかもそうですよねベースだと僕が好きなのはこうストレーテナーのひなっちさんっていうまあこれ今ナッシングカーブドインストーンでもやってますけどあの人も最近ピック引かないんですけど初期結構ストレーテナーでこうメロディックストーンとかやるときはまあピックをひ 結構メインででやってるんですけどピックの弾き方がなんかもうすごい手,手首で落としていくみたいな手首でストーンストーンバーバーバ、ね、ーバン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 すンバ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 ンなンバ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 るバン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  いやでも、めちゃめちゃ音いいし、めちゃめちゃかっこいいんですよ。弾いてる姿もなんならもう、普通のピック弾く人よりも全然かっこいいし、音もね、めちゃめちゃ激しくて、バキバキバキっとしてて、どうやったらピック引きでこの音出せんだろうな、つってみんながこぞって当時は練習したんじゃないかな、みたいな。その時僕、当時はベースやってなかったんで、かなりこう、ひなっちの、 ピック弾きに影響を受けてるベーシストって多いんじゃないかなと思っててあの音を出したいみたいなピック弾きをするならみたいな人ってそんくらい影響を与えてるベーシストだしでももうまあ絶対なんかこう普通のねこういわゆる効率的な演奏がいいよみたいなレッスンの先生のとこ行ったらそのひなちにはなれないじゃないですか。 まあ,とあと、ギターとかだって、なんだろうな、ストラップの位置がめっちゃ低いとかね、いや、それってめちゃめちゃ効率悪いじゃんとか、いや、でも、見た目がかっこいいからいいのよっていうさ、あの、ケンさんとかね、ケン横山とか、うん、全然なんか、 非効率的な <laughs> 演奏の仕方をしてたとしても全然かっこいい人というか人を引きつける人っていくらでもいるよなっていうのがまあ僕は本当に大きいですね。あのボイトレだって、うん、僕もねボイトレなんか本当に一瞬行ったことはあるんですけどでも自分でなんか自分を歌を歌おうみたいなあの声出しじゃなくて歌を歌おうみたいな音程を 合わせてる声を出してるっていうだけじゃなくて表現としての歌を歌おうみたいな風に自分の中でこうパッと変わったなんか転換期みたいなのがあるんですけどでもその時だって結局自分でレコーディングをして家でレコーディングして歌ってそれを聞いてるわなんかキモいなって思ってどうやったらキモくなくなるんだろうなみたいな自分の中でねでああまあちょっとはキモくなくなったかなみたいなのがまあだんだん表現としてなってったみたいなこう自分の経験としてもあって だから効率のいい声出しをすればじゃあそれは全てにおいて正解なのかっつうとまあそうではないんじゃないかなっていうねだからむしろ癖こそ武器じゃと、うん、癖が強いっていうのはもう武器が強いっていうのと一緒なんじゃないのって僕はすげえ思ったりしてでそれを、あのーまあ、一概に否定するような考え方ってのはどうなんだろうなっていうね だから初心者のうちに〇〇をすると悪い癖がつくよみたいな。えー、あなたはなんかすごい癖が強いからその癖をちょっと直しましょうねとか。まあ、ちょっとそのなんかなんだろう、個性を潰して平均化しようみたいなのが当たり前みたいな,なのは、いや、どうなんと。いや、あの、いいと思うんすよ。その、それ自体は悪くないというか。 あの、僕は全然そっちのタイプではないんだけど、でも、効率的な演奏の仕方を覚えた方がいいよねって考えはすごいわかるし、効率的な演奏ができたらまあ幅が広がるよね、すごいわかる。効率的に演奏ができることで、こう、いろいろ対応力も上がるよね、わかる。だから、絶対的に否定ってわけじゃないんだけど、そうじゃなくてもいい人もいると思うし、本人がそれを望んでないパターンもあるし、まあだから、まあ結局のとこは、その、 レッスンを受けたりするなら、それを受ける人のビジョン、どういうドラマになりたいのどういうベーシストになりたいのどういうギタリストどういうボーカリストになりたいのみたいな、どういうミュージシャンになりたいのっていうところがはっきりしてれば、そこに向かうにはどうすればいいのかみたいなことを言ってあげればいいと思うんですよね、僕はね。で、逆に、いや、ちょっとビジョンとかない,ないんですよ。 あのー、でもよく分かんないからもうとりあえず上手くなりたいしとかとりあえずなんか楽しくやってみたいんですっていう人にはそうあのあんま癖がないというかそういう方向で考えてもいいのかもしれないんですけど、まあ、でもまあ僕はね比較的個性を尊重してあげた方がいいんじゃないかなと思ったりするんですよね。でね、あのーまあ、よく言いますよその間違ったフォームで演奏すると大きな怪我につながりますよっていうこともよく言われたりするんだけど ここはね、あの考え方一つなとこはあると思うんですけど、でも自分の体のことは自分が一番よくわかってるんじゃないのっていうのが個人的な意見で、で、自分で、あ、なんかこの演奏の仕方をすると、ちょっと体にガタくるなって思ったら、その自分のできるフォーム、その自分のできるフォームの中で修正が入ると思うんですよ。あの例えば、こう、うんって打ってる人でも、 こうやって一見ね一見すごい硬い筋肉ガチガチに打ってるからすごい効率悪いしすぐ疲れちゃうよって人でもでもそれを自分なりに突き詰めていくと自分の中でこうやって打ってるけどなんか楽できる場所あるなとかそういう風にねこう自分の中の気づきってのがあって自分の中で成長していくっていう過程があるんじゃないかなと思ってて。 で先生にできるのってまあレッスンとかにまあでまあこう他人が教えたりとかして直せるのってなんかその気づきを与えることくらいなのかなその気づきを与えるとか可能性を本人が気づく可能性を増やしてあげることくらいなのかなと思ってて。 だからフォームを完全に修正しちゃうっていう話とはちょっとまあ僕は違うんじゃないかなと思ったりするんですよね。まあ、僕はちょっとその個性を活かしたい派だったりするんで、だってまあ多分僕も演奏の個性というか癖というか、うん、僕も多分ね、 あのー、僕の演奏動画とか見てもらったら分かると思うんですけども多分癖の塊だと思いますよもう本当になんかお前ほんと効率悪いたね叩き方演奏の仕方してんなみたいなもう本当お前はダメだよもう基礎がなってないよっていう話になるんじゃないのかなと思うんですけど、まあ、ただまあ怪我ってほとんどしたことないし、まあ、ドラムにおいてはマジで全くないし、まあ、ベースはあの昔ピック引きで16部をずっと弾きすぎてあのここ検証になったことがありますね うんだそれ以降はちょっとあの、直すようにしたんですよ。まあでもあ僕の場合、怪我から学んだんで、まあ怪我をしたことで逆に成長につながったっていうのもあるんで、まあそれをね、人にお勧めするわけじゃないんですけど、まあだから、ある程度癖が強かったりしてもね、どうにかなるんじゃねえのかなっていう。まあだからね、他人ができることって結構少ないと思うんですよね。あのー、最終的には自分の中で腑に落ちて物になるっていうのが、なんか皆さんも経験あるんじゃないかなと思うんですけど、 なんか自分の中であこれ一生門の技術だなーみたいなのが身についた瞬間っていうのはなんか結局誰かに言われたことをやっててこうなったっていう瞬間ってあんまなくて自分の中で結局消化していって消化していってなんかその人に言われた時はなんか分かんなかったんだけどなんか後になってこう2年後とか3年後とかふとはっ,ってなんかあできるようになったみたいな瞬間があってであそれってこういうことだったんだなーみたいなのがなんか後になって分かるみたいな、まあ、そういうことってなんか多く ないですかどうすかかなんか僕そういうことが多くてだからそのある意味気づきを与えてもらってるくらいの感じだと思うんですよね、まあ、だからこう目に見える感じであんま強制とか修正とかって僕的にはしなくてもいいなっていうねまあほにもう何度も言うんですけどまあ、その人の個性というか、まあ、体のつくりとかもそうだしそういうのを尊重してあげた上であ君だったらじゃあこういうふうにこうそのあなたの 肉体的なこうところは個性として尊重してそれを伸ばしていこうねっていう風な方向になるなら僕その悪い癖っていう考え方自体がなくなるんじゃないかなと思ったりしてました。まあ、なんかねこう思ったのもなんかその友達がレッスンに行って。 でなんかもうあなたは癖が強すぎますと。もうあなたは本当に癖が強いからその癖が治るまで本当ずっと毎回レッスン来たらもう基礎練習しかしないでくださいみたいな。もうその癖が治るまで曲はやりませんみたいなね。<laughs> ことを言われたっていうのを聞いて、いやちょっと待ってくれよって思ったんですよ。いやなんかそれってそもそもなんだけど楽しいのかなっていうね。あのモチベーションが 僕は本当に音楽続ける上で大事だと思ってるんでうん、なんかあなたはそれは悪い癖だから直しましょうその癖が治るまであなたはずっとキス練習しかしないでくださいっていうことを人に強制された時に、うん、僕ちょっとドラムやりたくなくなっちゃうんじゃないかなっていうのはう本当思ったんですよねまあでも逆にでその悪い癖っていう言い方をしないで、まあ、これが彼の特徴なんだなと思ったらその特徴を生かしたままあ、じゃ 早く曲の練習しましょうとか、なんかもうちょっと違う考え方ができれば、すごい彼のモチベーションも上がるし、なんか楽しく、かつなんか表現としてもうまくドラムが叩けるようになるんじゃないのかなーみたいなのをね、ちょっと思ったりもしたんですよ。ちょっとなんかいいとか悪いとかっていう風にね、こう頭が固くなっちゃう考え方じゃないですか。それってあんまいいとか悪いとかって言うもの自体が、ね、正義か悪かみたいな話でしょ まあ音楽においてね僕はそういうのはなくていいんじゃないかと思うのでまあだからあんまりねそういう風なこう悪い癖がつくっていう言葉をねうんあんま多用しない方がまあ結果としてなんか 音楽人口が増えるんじゃないかとか、なんかミュージシャンの持ち、ね、逆にモチベーションが上がるんじゃないかな。あんまあそういうこと言わない方がと思ったりするんですよね。もう好きなもん使えよ、好きなもん買えよ、好きなふうにやればいいじゃん。で、わかんないことがあれば聞きに行きなよくらいだね。レッスンっつうのは。それくらいで僕は緩くていいんじゃないかなと思ったりもしてて、いやまあほんとこれ怒られるかもしれないけどね、こういうこと言うとね。 まあ僕もなんかその和太鼓のそのチームで、もう本当にもうずっと子供を教えたりとか人に教えるってことをやってきてはいるので、まあレッスンとかってね、やんないんですよ逆に。あの本当にその人一人一人がもうやっぱタイプが違うから、すごい時間使わなきゃいけないですよね。僕の中では、こうレッスンをする人に教えるっていうのは。 まだからすごい責任を持ってあのレッスンをするとか人に教えるってやるんならもうそのプロにならないといけないなこう教えるプロにならないといけないなっていうふうにも思っちゃったんでまあちょっとじゃあそれはちょっと僕の本当にやりたいことじゃないなってなったんでまあレッスンとかってあんまやってないんですけど、まあ、でもこう人に教えるってことは結構ずっとやってきたのでその教える側っていうことの大切さとか難しさっていうのもなんかある程度は分かってるつもりではいるのでまあそういうふうにも余計思うんですよ。うん 悪い癖がついてるねみたいな言い方をねうんやっぱ極論だよなーって極論すぎてちょっともう使いちょっともう古い言葉なんじゃないかなーって、うん、だって本当に悪い癖ってなんだよってそれはなんかあなたが嫌いなだけなんじゃないんですかっていうふうにもう思われちゃうんじゃないかなって思うんですよ まあねまあ、こう自分の好き嫌いだけでしかもの発信しないんだったら、ちょっとそれはなんかあんまフラットな見方ではないなと思うので、まああんまり僕はその意見は信用したくないなというか、できないなどうしてもってなっちゃうんで、だからあんま悪い癖がつくっていうのをねあ、特に具体的に言えないっていうのはちょっとダメだなと思うんですよ。 どういうのが悪い癖だよみたいなね、うん。どれこれこれどういうことが悪い癖なので、えー、こうなるのでダメですよみたいな言い方ならまあまだはわかるんだけど、でもそれも結局主観じゃねってなっちゃうんだけどね。っていうね、えー、まあなんかすごいね、上げ足取りにも聞こえるようなね、あの自分でも <laughs> 話してて思うけど、 えそんななんかみんな何気なく使ってるような言葉だと思うんだけど僕はあんまりよくねえなそれっていう言葉だったんで悪い癖とかねいい癖とか変な癖とかっていうその言葉自体がいやいや悪い癖じゃなくそれは個性として見ましょうよっていうなんかそういう考えの方がいいんじゃないですかっていうふうに思ったっていうことなんですねはいあのまあすげえ長くダラダラ話したんでちょっと あの最後まで聞いていただけたかはわかんないんですけど、まあ、ちょっと是非、ぜひ、ご意見とかも書いていただけたらなと思うし、あの、まあ、決してね、誰かを否定したいわけではないので、僕もあの、誰々はクソだみたいな、そういうことを僕は言いたいわけでは全くないので、まあ、だからちょっとあの、あんま喧嘩腰な話とかはしたくないし、言ってるつもりもないので、まあ、不快に思ったら、ごめんなさいなんだけど、まああのぜひ、是非思ったご意見があったら書いていただければなと思います。はい えーまあ、なんか、ね、偉そうにあすいませんでした。うん。あの、本当に。あのー、まあ、ちょっと思ったことなんでね、あくまでね、そう、意見をシェアできたらなーくらいの感じではいるので、まあ,あんまりね、まあ、なんか物事はね、言い切った方が YouTube は伸びるよみたいなことを言うんだけどね、僕あんまり言い切るのが好きじゃなくて、うんで、だってどこにでもこう、自分と違う可能性があるなっていつも思っちゃうんですよ。まあ、だからちょっとね、あのー、なんかどっちつかずな意見になったかもしれないんですけど、 まあでもなんか少しでもね、ああ、そうだよな、となんか自分すごいなんか悪い癖って言われたけど、あこれは個性と考えていいんだよなっていう風に思ってくれる人とかがいたらすごい嬉しいな、くらいの感じで。うん、なんかあなたはが悪いわけじゃないよというかね、あなたの体の作りがこうなんだからそこにあったものでいいんじゃないのみたいなね、そういう風にこう前向きに物事を考えれた方が、こう音楽をやっていくのが楽しくなるんじゃないのかなって思って、まあ今日みたいな話をしたっていう感じでした。 えま,あまたなんか思ったことがあればね、こういう風になんかラジオ動画じゃないけどね、なんかこういう僕はただこう自分の考えについて話すみたいな動画も撮っていきたいと思うので、ぜひまたよくあったら見てください。まあ、普段はね、あの、ボーカル、ギター、ベース、ドラム、DTM とか、レビュー系のね、動画やったりとか、 まあ、あと、こう、僕は、あの、全部、こう、自分で一人で演奏してみたみたいな、こう、カバー曲をやったり、一人バンドみたいなのをやったりとか、まあ、と、友達とね、こう、カバーミュージックビデオを撮ったりとか、なんか、そんなこといろいろやってたりもするんで、まあ、ければ、まあ、チャンネル登録して、えまた、別の動画とかも見てくれると嬉しいです。えありがとうございました。じゃあ、また次回の動画でお会いしましょう。さよなら。